前に安全確認が必要です。まだ攻撃してください。偵察ドローンがやってきます。任せろ。緊急用の周波数をスキャンしろ。見つかるまでは帰らんぞ。やさん、
気をつけろ、敵のお出ましだ。手に分かれよ、ビクター4、俺と来い。別の通路があるか調べる。他の者は橋まで行ってキメラの前進を食い止めろ。イエスサー。あの通路は岩までまっすぐ続いてる。ついて来い、通路にたどり着く道を探そう。援護は任せてください。竹の弾を込めておけ。
こちらエコーワン、今しがたジェネシス基地に入った。マリコフが生きてる。了解だエコーワン、今度命令に背いたら科学の進歩のためにお前を切り刻んでやる。博士をそこから出せ、輸送機を送る。リロードする。オーガを応じる。止めろ、行け。確かだ。もう少しで着くはずだ。着陸地点で押し合おう。エコー1から X ライ部隊へ、今すぐ地上へ避難するんだ。マリコフは俺に任せろ。輸送機が向かってるから着陸地点を確保してくれ。どうぞ。了解だエコー、すぐに移動する。輸送機到着まで着陸地点を確保しておく。エコー1、直ちに博士のそこから退却しろ。アメリカ全土の軍の関連施設が燃えている。これ以上攻撃を受けるわけにはいかない。作戦を何とか考えなければ。それにはマリコフが一番役に立つ。了解だ司令部、救出へ向かう。
マリコ博士。ネイサ、何をしている。急がなければ。制御盤の破壊に失敗した。彼を止められなかった。このままでは起動されてしまう。なんと傲慢な。我々を狙いすべき病原体と思うとは。それどころか我々は進化した人類なのだ。貴様らがのさばるこの星に最初に君臨したのは我々だ。貴様らが直立方向する以前に我々の時代があり、再びその時がやってくる。間もなく空には我々の星が輝き、大地は揺れ動くだろう。その時初めて貴様らは真の苦しみを理解する。抑制剤を打たなければいけない期限を過ぎているぞ。君は弱ってきている。奴は殺さずに。なぜです。なあ、こっちだ。早く行かなければ。進みながら説明しよう。この防護領域の外にもう一つある。ここに行かなければ。航空機は近くにあるかね。2機いますが、今すぐここを移動しなければ。あの塔の中に入れればまだ止められるかもしれん。これはキメラの新種か。キメラが私の研究の基礎となった。ロシアで行っていた実験はクローブンと呼んでいたが、最後までやり遂げることができなかった。だが話せば、もう先を急ごう。ドアロックを暗号化しておいた。敵もすぐは来られん。この少し先にエレベーターがある。逃げる人はそれに乗るしかない。全部だ。なかなかいい腕前だ。私はアメリカ人に救出される16年前にロシアのカラチフを守っていたのだ。シャギにとっても悪くない。奴があなたを生かしておいたのは。私を生かしておく理由は、一種の復讐だ。生みの親の私にキメラの圧倒的勝利を見せたいのだ。奴の生みの親、エイブラハム作戦の時、私はここで君が見たピュアキメラから遺伝子を抽出した。そしてそれを二人の人間に注射したのだ。一人は君もよく知っているジョーダン・シェパード兵卒、つまりはデイダラスのことだ。2番目はもう分かってるだろう、ネイさん。この近くにあるもう一台のエレベーター。待て、なんだあれは。どちらか。
それでどうします？困ったな。非常に困った。スワームが去っていく。罠ですかね。いや、おそらく諦めたんだろう。とりあえず今は。来たまえ、こっちだ。どうやら発電機は床に埋められた住宅が。ドアがあるから大丈夫です。ドアを入れようとしているぞ。発電機へ戻りましょう。停電させる方法はあるんですか？ない。一度電力が入ると制御できなくなる。切れるようにはできてない。だからシカゴへ行かなくてはならないと。その通り。シカゴの塔は彼は我々が来るとは思っていない。あそこだ。
変革？これらの塔は何千万年も昔にできたものだ、ネギさん。作った者たちはとっくに消え、目的は達成されていない。デイダラスを作り出し、私は不覚にも恐ろしいパンドラの箱を開けてしまった。この世界が一度は逃れた天変地異による終末がやがて訪れてしまう。キメラはまだ我々を滅ぼすほどの力を持ってはいない。だから今デイダラスを止めなければ、来たる運命は永遠に取り返しがつかない。こちらエコーワン、今すぐここから救出してくれ。了解エコーワン、センチネルチームが救助のために待機している。およそ90秒で着く。エコーワン、こちらヘイメーカー、今から着陸地点へ移動し。なんてこった、退却退却、タイタンの攻撃だ。やられた、無駄だ、落ちる、繰り返す、墜落する、避けてくれ。バナ、応答せよ。着陸地点で激戦だ。タイタンにヘイマーカーをやられた。了解、カメリ、ガトリング銃の状況はどうだ。準備万端だ、どっちにぶっ放そうか。ダメだ、離れてろ。オイトールを戦闘区域にやるわけにはいかん。了解、カメリ。まずはシカゴの塔をシャットダウンする。水中にフィオリーがいると偵察隊から報告があった。近づかないように注意しろ。グリーンゾーンに移動させろ。安全を確認して連絡する。オソン、カベリ、動け、側面。軍部は2年前に住民を避難させたはずですよね。スプライザーはいらないのか。一度使われたきりみてえだぞ。
東の町外れへ向かうストーカーを発見した。 V トールのトランスポンダーを狙ってるのかもしれん。了解。オーソーンとカペリをすぐにそっちの応援に送る。カペリ、ポイントを確保したら連絡しろ。先発隊が止めた可能性は。待ってろ、俺はこっち側のを止める。お前は通りの向こうのを頼む。今すぐ行く。一匹倒した。あと一匹。ラスト一匹だ。頑張れワーナー。一匹倒したぞ。クリア。そっちはどうだ。いや、前進しろ。ありがとう注意。もうダメかと思いました。タレット停止。次に向かおう。停止。了解。次のに移ろう。敵部隊が襲ってきた。助けが必要だ。窓へおびき寄せるんだ。ゲル、下にいるぞ。
ターレットを停止した。カペルに警告はしたか？もちろん、まだ返答待ちだ。司令部からエコーへ、3匹のハンタードローンがお前がいる方へ向かっていると報告があった。ひとまず隠れるんだ。ドローンの姿が見えた。さあ来たぞ。ここからよく見える。奴らを排除する。了解。マリコフを救出したら連絡しろ。
と連絡を取った。施設の半分が敵にやられたが、まだ稼働している診療所があるらしい。抑制剤もありますか？いや、だがお前がサンフランシスコで手に入れたサンプルを使えばマリコフが作れるはずだ。基地はスプリングフィールドの南だ。塔をシャットダウンしよう。治療してやる。
ポカについてくるように言え。外れた方が引くよ。
V トールを頼む。敵を押さえときます。了解だ、ビクター部隊。罠、状況報告を。だいぶガタついてるが持ち込んで、キャスマスを教えてくれ。背後にいてください。塔まで戦闘します。進路変更、待機経路にいてくれ。了解、モードを上げて再誘導する。早く納得してくれ。次、機体はあんまり持たないぞ。
だ。化け物の正体が分かったのか。分かっている。巨大だぜ。司令部、こちらはキーストーン。敵の姿が見えました。交戦許可を要請します。ダメだキーストーン、退却しろ。分かったか。了解だ。テイル、あの化け物をスカイブリッジの下におびき出せ。爆破準備をしておく。